皆さん、こんばんは、こんにちは、ティンダーの脈馬、ゲンゲタクです。私は公式社員で3600回を迎えました、イエーイ。今日は日常生活で行うトレーニング。まず、体を緩む。心と体は、まあ、繋がってます、基本的に。まあ、首。あとは、こういう首の運動は、まず、いい効果が出ます。肩を緩めることで、まあ、こういう風にやったり、上げて、こういう療法もおすすめです。まあ、ウォーキングでの場合は、登校とか、あとは、学校の教室からトイレに行く間、散歩、まあ、家の中でもウォーキング、運動は確かに大事です。歩くプラス呼吸法がベスト。色で自分を取り戻す。どんな色、上がるの星詰めのは青と黄色、日常は赤、緑、ピンク、白ですね。はい。色的には。実際にやってみればわからないですがね。はい。睡眠でも効果はあると思います。はい。まあ、風呂と睡眠も大事です。見方を変えて自分を取り戻す。まあ、感を戻すですね、いろいろ。物の見方、いろんな見方を変えるですね。言い換えて、長所と短所を入れ替える。わからない場合は医療機関へ受診がおすすめでございます。というわけで、日常で行うトレーニングでした。バイバイ。